はい、皆さんはこんにちは、こんばんは、はじめましての方、はじめまして、実況者のわらと申します。それでは今回も、ぼよみちゃんと一緒に魔女の家パート4やってまいります。それでは続きから、では今回も、今回の目標も前回と同様、ハキハキしゃっきり聞こえやすく喋ることです。それではやってまいります。ね、前回ね、なぜセーブして終わったかというと、時間が来たから。それと、急に、ここにいたね、ここにいた、人形みたいなやつが動き出したんだよ、急に。だから、それ怖くてね、行っちゃったんだよね、もう、セーブしちゃったんだよ。怖すぎて。読むと死ぬ本を手に入れちゃったんですよね。これ絶対読んじゃダメですよね。だって、読むと死ぬ本ですよ。絶対読んじゃダメでしょ。丁寧に書いてくれてるもんだって、読んじゃダメって。で、ここに一冊だけ抜けてるから、これを本を入れるんでしょ、多分。読まない。差し込む。はい。差し込んだ。ガラスケースの何かが外れる音がした。多分これで、多分、蝶々が、怖い。蝶々が、もう、和田健こういう嫌なんやって、もう、怖いんやって、普通にこれ。ゲームオーバー。ほんまに怖いんやって、ああいうの。苦手なんやって。その急に出てきて襲う系、今のって何が出てきたんというか。うわぁ、もう嫌やわ。どうやって逃げるん。あれか、ここ、わかったぞ。多分だけど、こう来たから、こうやって逃げて、ここで一回、ここでちょっと、回り道して、行くんだと思うよ。あぁ、もうめっちゃ心臓に悪い、今の。ほんとバクバクだよ、心臓。本差し込む。パクパクってなんだよ、笑。外れ音がして、音がして死んだ、もう。いやだ。ゲームオーバー。やっていきます。はい、くじけずにやっていきましょう。これ怖いな。ここで詰まったら多分絶対死んじゃうから、どっち回りにすればいいんだろう。多分こっちでこう行けばいいんだろうね、多分。よし、オッケー。シミュレーションは完了。よし、次こそ逃げ切る。読んじゃダメ。何やってんだ。読んじゃった。死にすぎだよ。ああ、読んじゃった。ゲームオーバーだ。つい読んじゃったよ、好奇心負けて。よし。次こそうまくやる。よし。読みません。読まない、差し込みます。はい。差し込んだ。で、こっち行って、音がして、来て、逃げ回しんだ。ああ。もうやだ。もうやだ。もうくじけそう。よし、次こそ行くぞ。読むと死ぬ本を読まない。差し込む。そして、音がして、出てきて、こっちに来て、早い。オッケー。うまい。逃げ切った。よし、オッケー。ああ、心臓バクバク。セーブしておこう、一応。これは快挙だ。ああ、びっくりした。ちょっと焦りすぎだな、今のは。本当にびっくりした、もう。冷や汗が半端ない。これで多分これが、模型が入ってる、持っていく。よし、ゲット。で、蝶々を助けたら多分どこかの鍵が開くんだろうね。あ、戻ってきてる。あ、これ絶対死亡クラグじゃんだって、もう。このネタはもういいよ。嫌だ、取るの。怖い。
うわ、めっちゃ怖い。セーブしとこう。セーブしておこう、これは。あー、怖い。よし。じゃあ、模型と入れ替える。あ、違う？取る。取って、模型を引っ掛ける。はい。これでいいのかな、多分。多分、これで多分、条件はクリアしてるから、多分死なないと思うけど、おう、危ない。そういうの苦手。そういうの嫌い。蝶は手のひらから飛び立ち、壁の外へすり抜けていった。それ怖いね。どこかで鍵の開く音がした。猫いないじゃん、もうセーブできないじゃん。嫌だ。うわ、飛びたくないな、これ。あ、よし、よかった。よかった。何も起こらなかったね。そっちか。今、下打ちした。わー、死んじゃってるわー。死んじゃってるわー。怖かった。よし、じゃあ行こうか。多分ここだろうね、相手の。あ、こっちがわ。ホスト聞いた場所だ。こっちか、じゃあ。ドアが開いた。セーブしたい。早くセーブしたい。早くセーブしたい。怖い、いかにも死にそう。もう死亡フラグビンビンだもんだって、これ。走る！よし、オッケー。あ、片手猫いた。やあ。やあじゃないよ。はい、セーブします。怖かった。え、じゃあ行こっか。壁に赤いものがべったりと見られている。うわ、もう、ほら、死んだ。よし、行こう。真ん中を取らなければいいんだ。よし。びっくりした。びっくりした。普通にびっくりした、今。よし。あ、猫いた。よかった、猫いた。よし。いや、そういえばこの家ってね、魔女の家なんだよ。知ってるよ。知ってた？あ、そう。冷たいな。よし、セーブします。では、時間もいいところなので、今回はこの辺で終わろうと思います。ハラハラドキドキで、ハラハラドキドキでした。ご視聴ありがとうございました。最後までありがとうございました。ではまた会いましょう。また次回。